弱いし、でもこっちだとわざとらしくないかな。やっほー、ノア、どうかしたの？あ、とは、ね、次のイベントで使うキービジュアル、アイディアを出してくれってマネージャーから頼まれたでしょ。へえ、すごーい。すごーいって、私だけじゃなくて全員が頼まれたでしょ。そうだっけ？そういえばそんな気もする。もうトアもちゃんと考えなさいよね。了解。で、なんか困ってんの？キービジュアルってことは、そこからポスターとかフライヤーを作ることになるわけでしょ。でもさ、ポスターってただ綺麗なだけじゃなくて、それを見たお客さんに私たちの魅力が伝わるようなものにしなくちゃいけないわけだよね。うん、まあそうだよね。キービジュアル、例えば1枚のポスターで私たちの魅力を伝えることを考えるわけだけど、私たちの魅力って聞かれたら、息の合ったダンスとか独特な世界観を持った音楽とかビジュアルでしょ。だからそれを全部入れ込んで、私たちってこんなユニットです、こんな魅力がいっぱいありますって伝えることを考えればいいと思うんだけれど、ライブのパフォーマンスはさ、実際にプレイしてるのを見てもらっていいか悪いか判断してもらってるわけで、それならわかるのよね。でも一枚のポスターじゃこう足りないのよね。だって動きもないし音もないし。そうだね。でもさ、なんていうか、それノアだから逆に引っかかってる感じがするな。どういうことよ。いいかな。あ、そうだ、実は私ね、ノアに好かれたいなって思ってたんだよね。な、何を改まって、もう十分に仲いいじゃない。というか、それとポスターとどういう関係があるのよ。いいからいいから。あと、今の話じゃなくて出会ったばかりの頃の話だよ。最初ノアには嫌われたくないなって思ってた。うん。でも好かれたいってどうして？だってさ、ダンスでも歌でも何でもそつなくこなせて、この子すごいって思ってたんだよ。褒めてくれるのは嬉しいけどさ、それで好かれたいとか嫌われたくないとか思うほど？私からしたらね。それにさ、ノアって丸いんだよね。え？私太った？違う違う、そういう意味の丸いじゃないって。じゃあ何なのよ丸いって。女子にとっては結構デリケートな単語だと思うんですけど。なんて言ったらいいか、欠けるところがないっていうか、全方位弱点がない感じかな。何をやらせても人並み以上にこなせるでしょ。私はさ、逆に不器用でいろいろ欠点もあるって思ってて、でも私がなりたいアイドルってやっぱり万人に好かれて、いろんなことをそつなくこなせた方がいいんだよね。だから最初ノアを見た時に、え、この子アイドルじゃないの？嘘、なんで？って思ったくらいだもん。アイドル？私が？それは買いかぶりってものよ。そんなことないって。だから最初はノアと一緒にいて、その何でもできる器用さを勉強したいなって思ってたんだよ。そんなことを考えてたんだ。で、ここからが本題なんだけどさ、おかげさまでというか、まあこうやって仲良くなれて、相変わらずいろいろと器用で、そういうとこはすごいなって思ってるけど、だからってノアも決して完全無欠なわけじゃないことも分かってきたんだよね。そりゃまあ、私だって弱点の一つや二つありますから。
悪かったわね、完全無欠のアイドルじゃなくてさ。別に悪くなってないってば。完全無欠じゃないって分かったけれど、それで残念に思ったりなんてしないし、逆に親近感が湧いたって感じ。私はすごいところも弱点も両方持っているノアの方が魅力的だなって思ってるんだよ。はずいってば。ごめんごめん。でもこれってさ、最初は私ノアの魅力を全部は理解できてなかったってことでしょ。後から別の魅力に気づいていくっていうか、キービジュアルもさ、それ一枚で私たちの魅力全部を伝える必要があるのかな。まずはポスターを見て、この子たちどんな音楽をやるんだろうって思ってもらえたら十分って考えたらどう。興味を持って音楽を聴いてもらって、フォトンメイデンの本当の魅力が伝わるのはそこでいいんじゃない。そっか、そういう考え方か。じゃあキービジュアルを4分割して、あえて私たち一人一人のイメージを押し出したバラバラのカラーリングにしておく。で、見た人がこの4人が融合したらどんな感じになるのかなとか、そんな好奇心をかきたてるアイデアとかありかも。うわぁ、なんかいろいろアイデアが湧いてきた。ノアは物知りでいろいろできるから、今回もさ、いろいろ詰め込みたいって欲張っちゃったんじゃない。なるほどね、欲張りすぎか。ありえる、これは反省だわ。それにしても、出会ったばかりのこととか懐かしい話が飛び出したわね。ほら、この前の特別レッスンで後輩ちゃんたちにいろいろ話してあげたからさ、なんか思い出しちゃったんだよね。そっか、ひょっとしたらあの中の誰かが後輩になるかもしれないんだもんね。先輩として頑張っているところも見せたいし。よーし、これを見てくれるお客さんが少しでもフォトンに興味を持ってくれるように、もうちょっと粘ってみますか。うん、頑張れノア。あれ、うん、だったの。頑張れじゃないでしょうが。キービジュアルのアイディアは全員提出だって言ったでしょ。トアだって見守ってるだけじゃなくて自分でも考えないとダメなんだってば。ノアが抜群のアイデアを出してくれるから、私は応援係とかって分担じゃダメ。ダメ、ほら空いてる席に座ってアイデア考えて。了解了解、2人でサキちゃんとイブキがびっくりするようなアイデア出そうね。